アントニー・イン・ライヒエナウ・アーは、チェコの作曲家。プラハ出身。幼少期のことは不明であるが、1721年より、プラハのマラー・ストラナ地区にある、聖マリア・マグダレナ教会で、合唱指揮者を務める。また、モルツイン伯爵の宮廷楽団のために、定期的に作曲した。さらに、チェルニン伯爵の下で働いたとの記録もある。最後に、 ボヘミア南部のノイハウスの教会のオルガニストに就任したが数ヶ月後に死去した。ボヘミア、シレジア、ザクセン州、ヘッセン州に多数の作品が残されている。プラハの外に作品が残されているということは一定の人気があったことを物語っている。作品は教会音楽が多いがバイオリン協奏曲、オーボエ協奏曲、ファゴット協奏曲、 チェロ競奏曲、序曲、トリオ・ソナタなどの器楽曲もある。作風は、アントニオ・ビバルディの影響を受けている。http www。t t f r e e l i b r a r i d com スラッシュミッシング。ミュージックパーセント。サンカイ・ザ・バロック・コンセルト、イン・ボヘミア、a 零一一六三零六三に、ありがとうございます。